このまま、ただこのまま。あの笑顔は気持ち悪い。突然すいません、覚えていらっしゃいますか？あなたのいない時間に来るなんて変わった人ね。有島くんは私にとって特別なの。亮太さんはやっぱり怖い人だね。さっきの人さ、わざとぶつかってきたよね。お天道様が怒ったらどうなの？雷でも落とすんじゃない？火曜ドラマ、あなたのことはそれほど、火曜夜10時。有島さん、ようやく反撃開始ですか？